はい、こんにちは。ただいま横浜大桟橋にいます。今回は昨年デビューしました東海汽船3代目サルビア丸に乗船して夜景を見ながら東京の竹芝桟橋まで参りたいと思います。それでは今回の動画もよろしくお願いいたします。先ほどから前回にランチクルーズで乗船したロイヤルウィングが停泊しています。こちらこの後ディナークルーズとして出航するみたいです。煙突の隣にはサンタさんがいます。はい、それでは桟橋の中に入りましてチケットを購入したいと思います。船の方は20分ほど遅れて到着するそうなので、まだ時間があると思い桟橋に出てみたらイルミネーションと夜景がとても綺麗でした。伊豆諸島の神津島を出発してから式根島と新島と利島と伊豆大島を経由してきた東海汽船サルビア丸が横浜大桟橋にやってまいりました。今からこれに乗船します。こちらから東京竹芝桟橋まで約1時間30分の船旅です。大桟橋の2階にいるんですけど、乗船口まで1人 100メートルほど並んでいました。はい、それでは乗船しましょう。デッキの外に出たら船はすでに動き出していました。横浜大桟橋を出港しましたらすぐに横浜ベイブリッジの下を通ります。
ただいま羽田空港機を航行中ですが、滑走路を離発着するたくさんの飛行機が飛び交っています。横浜から乗られました際、一つ上の階にあたります、船内後方半5階でございます。このあと20時5分頃到着予定でございます。皆様、携帯のお客など、お願いをいたします。はい、東京竹芝桟橋に到着しました。この船に乗ってみて、ベイブリッジやレインボーブリッジの橋の下を通り、夜景の綺麗な場所を撮ってきたので、とても良かったと思います。それではご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いいたします。